こんにちは、オガです。今日はビートルズのノルウェーの森の弾き方を解説していきたいと思います。この曲の難易度はですね、初級なんですけども、初級の中では結構難しめなんですね。なんですけど、覚えるフレーズがすごく少ないんですね。イントロのフレーズと A メロのフレーズが同じなんですよ。で、あとはですね、B メロの、ストロークですね、コードストロークになるんですけども、その2種類覚えてもらえれば1曲完成しますので、一つ一つはちょっと難しいんですけど、主にイントロ A メロの部分ですね、皆さんがよく、ご存知の部分なんですけど、あそこはちょっと右手のコントロールとかちょっと難しかったりしますけど、そこを覚えちゃえばですね、ほぼ1曲覚えたような、ものなので、頑張ってですね、覚えていただければなと思います。ではまずこの曲のチューニングなんですけども、普通のチューニング、スタンダードチューニングになります。でこの状態でフレット2フレットにカポをつけてください。でこの状態でもチューニング効きますので、このカポをつけた状態でもう一度チューニングしてあげられると、すごく綺麗なピッチで演奏できると思います。で合わせる音名はテロップで出しておきますね。でチューナーのモードはクロマチックモードでチューニングしてください。では早速イントロやってみましょう。まず最初に普通のオープンコードの D コードを押さえてください。こうやってですね。そしたらですね、5弦から2弦までを目安にダウンストロークしてみましょう。こういう感じですね。で、正確に2弦まで弾けなくても全然大丈夫です。例えば、1弦までいっちゃったとかでも、大丈夫です。あくまで目安でやってもらえばいいですね。でポイントとしてはですね、最初のこの、ダウンストロークに関してはこの5弦の音が出てるといいですね。D って言ったら本当は4弦から、ここからですね、弾くコードなんですけども、一番最初はですね、5弦の開放からこう出してあげると原曲の雰囲気が出ると思います。正しくは D on A っていうコードになるんですけども、大きな括りで D コードっていうふうにここは、コードが振ってありますね。でまず5弦から2弦までこうダウンストロークしてもらったらですね、次は4弦から1弦までを目安に、ダウンアップダウンアップっていうストロークをしてあげましょうですね。でここもあくまで目安なんで、5弦とかちょいちょいこう触れちゃったとしても全然気にしなくて大丈夫です。ここまでつなげてやると、こんな感じですね。そしたらその次はですね、3弦から1弦までを目安に、ダウンストローク仕上げましょう。ここもあくまで目安なんですけども、なるべく、一番こう上の低音弦側が3弦になるようにですね、コントロールしてあげられるといいですね。でそしたらですね、小指で3弦の、4フレットここですねにハンマリングします。そうするとです、こういう感じになるんですけども、この小指の、ハンマリング結構きついと思うんですね。この D コード押さえたまま小指で、ハンマリングですね。慣れないと、小指きついと思うんですけど、小指を鍛えるいいトレーニングにも、エクササイズにもなると思いますので、頑張ってこのハンマリング練習してみてください。でそしたら小指離して、また 3-2-1 弦を目安にダウンストローク。でそしたら、この状態の人差し指だけ離してダウンストロークですね。ここも 3-2-1 弦を目安ですね。ここつなげてやると、せーのですね、こんな感じになります。そしたらですね、今中指と薬指だけ押さえている状態だと思うんですけども、ここから小指で4弦の4フレットを押さえてください。人差し指は戻さなくて大丈夫です。でこの状態で今度は4弦と3弦を目安にこういう感じでダウンストロークします。で3弦のところはですね、音出なくても、そんなに気にしなくてもいいかなと思います。この4弦の4フレットの音と3弦の開放の音って半音同士の音になるので、音がぶつかってるんですね。アボイドの音って言われたりとかしますけども、でもこの、音がぶつかった感じがですね、このノルウェーの森のこのノルウェーらしさっていうんですかね、ヨーロッパっぽい感じ、なんかアイリッシュっぽい感じっていうんですかね、ケルトっぽい感じといいますか、そういう、ちょっとこう神秘的といいますか、ヨーロッパの風を感じるような、サウンドになってるんじゃないかなと思います。この3弦の開放はあくまでこう出せたら出すみたいな感じで、4弦の4フレットの音は確実にこう出せるようにですね、頑張ってやってくださいですね。で、この4弦と3弦、ダウンストロークしてもらったら、今度は 3-2-1 弦を目安にダウンストローク、アップストローク、ダウンストロークって順番でダーダーダーですね。1個前の 4-0 ってなってるところからいくとですね、こんな感じになります。ゆっくり弾いてるとかなり音ぶつかってるなって感じすると思うんですけども、つなげて早く弾いちゃえばそんなに気にならないと思いますね。逆にいい感じになると思いますんで、はい。でそしたらですね、今度小指離してもらってですね、
で、今度は人差し指で、4弦の、2フレットを押さえてください。で、ここは4弦だけをピッキングしましょう。ですね。で、次が、3弦と、2弦を目安にピッキング。ですね。で、そしたら今度は、人差し指離して、また今度小指で4弦の、4フレットですね。押さえてもらったら、今度は4、3、2弦を目安にダウンストローク。ですね。まあ、ぶつかってるんですけど、これはこれでなんか綺麗な、響きですよね。で、そしたらですね、次、2小節目ですね。まずこの小指を離してもらって、で、人差し指で3弦の2フレット、押さえてもらって、普通のオープンコードの D の形に戻してください。ね、で、4、3、2弦を、目安にダウンストローク。で、3、2、1弦を目安にダウンアップ。でそしたら今度5弦の開放弦ですね。5弦をピッキングですね。まあ、ここまでつなげてやると、せーのですね。こういう感じになります。でそしたらですね、人差し指と中指両方離しちゃいましょう。薬指だけ残ってる感じですね。で中指で5弦のですね3フレット押さえてもらって5弦をピッキングですね。でそしたら3、2、1弦を目安にここダウンストロークしていきましょう。で、中指の半音下、まあ、1個左側のフレットですね、ここですね、を人差し指で押さえ直します。中指離してくださいね。で5弦をピッキングですね。5弦の2フレットの音ですね。そしたら人差し指離してください、またしても、この薬指だけの状態を、作る感じですね。まあ、終始この薬指はずっと押さえたままになるので、この薬指が軸になってるよっていう感覚を持ってあげると、この曲弾きやすいですよね。で、5弦から1弦までをダウンストロークですね。で、そしたら、オープンコードの D になるように中指が1弦、人差し指が3弦の2フレットに、ハンマリングですね。ですね。ちょっとゆっくりやったんで音切れちゃいましたけど、つなげてやるとですね。そしたら5弦を、ダウンピッキングですね。単音ですね。そしたら1、2、3、4弦をアップダウンアップ。まあこの、薬指だけ押さえた状態でダウンストロークするところから弾いてみますよ。せーのーですね。そしたらこの状態のまま5弦から1弦までを目安にダウンストローク。でそしたら4弦から1弦までを目安にダウンアップダウンアップですね。ですね。まあ、このストロークのところ全部つなげますよ。せーのーで、これをですね、もう一回繰り返してもらえるとイントロが終わりです。まあ、もう一回ちょっと頭から、復習してみますね。まずオープンコードの D コードを作った状態で5弦から2弦までを目安にダウン。次がダウン、アップ、ダウン、アップですね。で今度は3弦から、1弦までを目安にダウンストロークしたら小指でハンマリングですね。で小指離す。で今度は人差し指を離す。で今度は小指で4弦の、4フレットですね、押さえてもらって4弦もしくは4弦と3弦をダウンストローク。でこの状態のまま3、2、1弦をダウン、アップ、ダウン。で、小指離して人差し指で4弦の、2フレットですね、押さえてもらって4弦で3弦と2弦をダウンストローク。で、人差し指離して小指でまた4弦の4フレットですね、押さえてもらって4、3、2弦を目安にダウンストローク。ですね。で、オープンコードの D コードに戻してもらって4、3、2弦を目安。で、次3、2、1弦を目安にダウン、アップ。そしたら5弦をダウン。で、人差し指と中指離して中指で5弦の3フレット押さえてダウン。で、3、2、1弦はここダウンストロークですね。で、中指離して人差し指で5弦の2フレット押さえてピッキング。で、人差し指離して5弦から1弦までをダウンストロークしたら、D コードになるように人差し指と中指ハンマリングですね。で5弦の、開放弦。でアップダウンアップ。で5弦からダウン。でダウンアップダウンアップ。というような感じですね。まあちょっと難しいと思うんですけども、何回もですね、繰り返し見ながらですね、
小指が押さえるタイミング合ってるかなとか、人差し指を押さえる場所合ってるかなって確認しながらですね、あとは右手のコントロールですね。で、あくまでさっきも言ってましたけど、この例えば4弦だけ弾くとか、4弦と3弦を弾くとか、そういうのはですね、まあ、目安っていう感じで、完璧にそこだけをこう絶対正確に弾くっていうよりかは、大体この辺を弾くっていうような感じでやってもらえると、原曲の雰囲気が出せると思います。まあ、ゆっくり、つなげて弾いてみますので、ぜひ一緒に合わせて練習してみてください。せーの。で、今イントロのフレーズを2回分やったと思うんですけども、次の A メロっていうのがですね、全く同じフレーズを同じ長さ、まあ、2回分ですね、やってもらえれば完成します。で、その次が B メロ、まあ、サビですね。で、サビはですね、普通のコードストロークになるんですね。で、出てくるコードが D マイナーと G と E マイナーセブンスと A セブンスですね。先にコードの押さえ方、おさらいしちゃいましょうか。で、最初の D マイナーの押さえ方は1弦の1フレットを人差し指、3弦の2フレットを中指で、最後2弦の3フレットを薬指か小指で押さえます。まあ、小指の方がですね、いろんなコードにコードチェンジしやすい、まあ、汎用性が高いので僕はおすすめですね。で、次の G なんですけども、まあ、これはですね、ちょっと変わった押さえ方をしたいと思います。中指で、6弦の3フレット、人差し指で5弦の、2フレット、薬指で2弦の3フレット、小指で1弦の3フレットですね。まあ、こんな感じの押さえ方になります。この2弦の3フレットを押さえた G はですね、2弦の3フレットを押さえてない G と比べると、明るさがちょっとこう控えめになった感じっていうんですかね、ちょっと控えめの G になってるんで、まあ、なのでってこともないんですけども、結構ブリティッシュロックとかでよく使われてるイメージがありますね。この2弦の3フレットを押さえてない普通の G だと、この2弦の音がなんかこう明るさをこうすごい出してると思うんですけど、ここ3フレット押さえてあげると、ちょっとこう控えめな、まあ、中性的な感じっていうんですかね、メジャーかマイナーかみたいな、まあ、この人差し指で押さえてるところがですね、メジャーの音にはなるので、メジャーかマイナーかって言われたら全然メジャーなんですけども、ちょっとこう、中性的な感じになる、感じですね。で、次の E マイナーセブンスの押さえ方なんですけども、一旦 D マイナーに形戻してもらっていいですか。2弦の、3フレットですね、小指で押さえる D マイナー、押さえてみてくださいですね。で、この状態の、小指だけ残してもらって、他離してください。人差し指と中指を離すですね。で、人差し指と中指で E マイナーですね、普通の E マイナーの押さえる場所、押さえてください。5弦の2フレットと4弦の2フレットです。そうするとこれが、この曲で使う E マイナーセブンスの形です。まあ、もしくはこの中指ですね、押さえなくても、E マイナーセブンスなんで、こっちでも大丈夫ですね。まあ、余裕がある方はこっちを押さえてもらっても大丈夫です。で、サウンド的にはですね、ほとんど変わらないので、これが中指を押さえてる Em7 ですね。で、中指離すと、まあ、ほとんど変わらないですよね。なので、この中指を押さえるのきついって方はですね、押さえなくても大丈夫です。で、最後の A7 はですね、4弦の2フレットと2弦の2フレットですね、を人差し指と中指で押さえるか、中指と薬指ですね、こういう感じで押さえるかですね。まあ、どっちでもいいですね。こっちでもいいし、こっちでもいいし、押さえやすい方で、押さえてください。で、どんな弾き方かっていうとですね、まあ、ずっと同じストロークパターンで、弾けちゃうんですけども、まず D マイナーコード、押さえてください。これですね。で、ダウンダウンアップダウンアップっていうストローク、やってみてください。一緒にいきますよ。せーの。で、これをですね、連続で4回やってもらいたいんですね。一緒にいきますよ。せーの。ダウンダウンアップダウンアップ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 ですね。で、これでですね、最初の1小節目終わりなんですけども、次も同じ弾き方、G コードですね、コードチェンジしてもらって、せーの。ダウンダウンアップダウンアップダウンダウンアップダウン
で、また D マイナーにコードチェンジしてもらって同じストローク。せーの。ダウン。小指残して、他の指で、まあ、人差し指と中指で E マイナーの形作って E マイナー7ですね。でここは2回、弾きましょう。せーの。で一番最後 A7 にコードチェンジしてもらってまず1回弾いてください。でその次はですね、ダウンダウンアップダウンですね。最後伸ばしていきましょう。つなげてやると、せーの、ダウンダウンアップダウンアップダウンダウンアップダウンですね。でダウンやった後、アップの空振り入れてあげられるといいですね。これでですね、サビの部分も完成ということで、まあ、1曲、全部弾けるピースは揃ったかなってとこなんですけども、まあ、原曲よく聞くとですね、このサビの部分のこの2小節目と4小節目の部分、G と Em7 と A7 の部分はですね、ストロークパターンがちょっとだけ違ってて、でアクセントの部分が全然違うんですね。まあ、どんな感じかっていうと、 G の部分がターンツタツ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 ツっていう感じで、アクセントが強いのが来たら弱いのが2個、強いのが来たら弱いのが2個みたいな感じの、アクセントになってるんですね。なので、まあ、余裕がある方はですね、 CD とか、まあ、原曲聴いてもらってですね、まあ、YouTube とか Apple Music とか、Amazon Music とか、まあ、何でも聴けると思いますんで、それ聴いて、あ、ここにアクセントがあるんだなってところで、アクセント入れてもらえるといいのかなと思います。で、ストローク的には最初ダウンやって空振り入れたら、あとは全部ダウンアップダウンアップって全部埋めるように弾くだけなんですね。そこにアクセントを入れていくって感じです。まあ、どんな感じかちょっとやってみますよ。せーの。ですね。まあ、パターンがあるので法則性があるので、一回覚えちゃえばそんなに難しくはないんじゃないかなと思うんですけども、アクセント入れるの苦手って方はですね、結構苦戦すると思うんですね。まあ、練習と思ってこれやってもらうのもありかなと思います。まあ、別にそこまで細かく原曲通りじゃなくてもいいやって方はですね、さっきやったこの、ね、これでやってもらえれば、これはこれですごく合いますので、それでも全く問題ないですね。で一応念のため4小節目の Em7 と A7 のとこもやってみますよ。せーの。こんな感じになるんですけども、まあ、ここはあくまで余裕がある方とか、ここもぜひちょっと挑戦してみたいなって方だけ挑戦してもらえればいいかなと思います。ということで、この B セクションもですね、全部つなげてゆっくり弾いてみたいと思いますので、ぜひ一緒に合わせて練習してみてください。この原曲の、アクセントじゃない、同じストロークで、いっちゃうパターンで弾いてみますね。せーの。動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルではギターに関すること、ギターのレッスン動画を主に配信してますので、もしよかった、参考になったよって方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。